さあランキング1位を獲得したことによってトロフィーをゲットしました。なんでトロフィーのね像がウィズピックなんだ。敵を称えてないかこれ。ウィズピック様から預かったってこと。闇が深いな。トロフィーチャレンジって言って、まあ、要はマリオカートのカップみたいなもんだね。そのステージの4コースを連続で走り切り、1位が一番得点がもらえて、最下位だと得点がもらえないみたいな。で、その4つのステージ合計走り切った点数で、まあ、順位を決めるっていうね。まあ要はマリオカートのカップだよ。それを全部クリアしてきました。全4ステージ。このステージ全部クリアすることで、なんとね、この海辺にあるスコアボードがトロフィー獲得とともにウィズピックの顔となってるな。これを全部埋めてここに突っ込むと隠しエリアフューチャーゾーンに行けるらしい。やってみようか。突っ込めバンジョーバーン。おお、ただの暗転。どうしたバンジョー。気になるよな、ウィズピックの顔が4つも並んでたら気になるよな。ん、陸上を走るのか。お、入れなかった灯台。なぜかルリアが好きな灯台。中で何が起きてるのか想像もつかんけど、これは想像つかんわ。なるほどね。それは思いつかんかった。それであれか、4つ目宇宙のエリアに行けるってことか。おーおーおー、普通に来た。ここにも、あれか、ステージあるんだ。はぁ、なるほどね。あ、ちゃんとトロフィーもある。てか俺、足りねえじゃん。バルーンの数。どっか取り逃してんな。これ何？これ豚の花ってこと？これ全部4ステージクリアすることで、豚の花、つまり、ウィズピックか。真のラスボス戦に挑めるってことか。なるほどね。チラッと調べてきたけど、ここに隠しバルーンがあるらしい。これえぐいな。なかなかあれ見つけるの大変でしょ。はい、あれ？ちょっと待って。どうやって俺帰ればいいんだ？フューチャーゾーンに。あー、なるほどね。はいはいはい。謎のワープエリアがあるのね。さあ、これで、フューチャーゾーンやっていこうよ。どんなステージなんだろう。スターダストアレイ。スターダストってなんだっけ？要は空のゴミってことなんだけど。あ、隕石とかが、なんか空中ふよふよしてんのか。はいはいはい。うん？ぶつかったら下に落ちちゃうのか。わかったわかった。だいたいこうやりたいことはわかった。まあまずは一周目。ちょどんなステージか。様子見ようやないかと。うっ、マップ見る感じすげえ。シンプルだけど、なんか、えぐいな。ぐぅ？ウィズピックの妨害やん、それも。あれ、1位の人だけが食らうやつじゃないの？ 1 位になると損なのか。なるほどね、そういう妨害もあんのか。あ、下にもエリアある、見つけちゃった。これ絶対コインあるじゃん。はいはい、ちょっと上下にも、意外と作り、ちょっと曲がりきれてないよ。作りはシンプルだけど、意外に苦戦するステージになりそうやな。ギミックが多いのか。ちょ、めちゃめちゃやられてますよ。これで一周か。はいはい、わかった。コースの雰囲気はつかんだ。ただ別に障害物に当たらなければそんな特別難しいステージでもなさそう。ただこれ以上知らない何かギミックが現れたり道があったりするとちょっと大変だな。気をつけていこう。これ真ん中通ったらいけない？あ、ど真ん中でいけるね。はいはいはい、学んだよ。ここは下も行ける。じゃあ先に上見とくべきだったか。でもダッシュゾーンがあるんだよな。バナナもあるし。2周目上見に行こう。ちょ、待て、ここね、曲がりきるのが非常に大変。マジか。ちょっとスピード落とさないとダメだね。あれ本当はもっとちゃんとしたテクニックがあるんだろうけど、今の俺には分からない。隕石を撃ち落とすことは不可能と。毎回来るんだな、これ。ウィズピック。もう完全に俺らのこと恐れてるよな。空まで追いかけてきやがったと、驚いてるに違いない。むしろこれはチャンス。あの電気当たったらダメそうだな。あ、上行くと比較的、曲がりやすいのか、これ。
OK, OK。もうあとは余裕かな。じゃあカットで。最初の1周目で突っ切っちゃえば、だいぶ余裕のあるステージでした。なるほどね。次、ダークムーントンネル。不気味だな。ホバーやめてくれよ。カートで会ってくれ。オッケーオッケー、カートだ。あれ、ちょっと待って、コントローラー効かない。あ、効いた効いた。オッケーオッケー。トンネルっていう割には、あ、トンネルあるな、がっつり。おー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 、もうおーしか言えねえ。妨害もあるんだ、しっかり。ちょ待って、画面が、カメラが追いついてなくないか、若干。怪しい怪しい。ガード貼っとけ。今なんか左に道なかった？右か。気のせい。おお、落ちたりはしないのか。このゲーム落ちるっていう概念ないよな、今んとこ。水の中入っちゃっても自己責任みたいな流れあるよ。いやー、そっちか。あー、でも面白い面白いただあれだ、今どこ走ってるのかもう全然終わらんねえこれ。おお、まだ続く。もうすぐゴールか。はい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 、分かった分かった。いや、これ差つけるのむずいやつだな。ひたすら地面走りまくるから差がつきづらいやつだ。充電車だ。そうだよ、隠しエリアっていうか分岐路があるかどうかが俺気になるんだよな。分岐路があるとなかなか大変。さあ、だいぶ距離も離したかな。いや、そんな離れてないな。油断はまだできない。ただここも1周目とか2周目で先行しちゃえばそんなに難しいステージではないね。 OK。 さあ次、スペースポート A。 宇宙船になるのかな次は。はいはい、ああ、あのね、飛行機か。スペースポート、ここに宇宙船とかが離陸じゃない、着陸とかしてくるってこと。あんまよく分かってないけど。あ、これ L1 で曲がりきれんのか。はいはいはい、ちょっと今更になって飛行機の操作を新しく学んだわ。 L1 押したらちゃんとドリフトみたいな回転できるんだな。おお、上昇する。おお、処理落ちがすごいな。なかなか派手なステージだ。 DD コングレーシングの限界に臨む。ちょ、何？撃墜されてますよ。いや、マジか。ダッシュの輪っかに入ったらちょうど撃墜される高さになるんだ。やらしいね。処理落ちがえぐ。ただなるほどな、その撃墜されることを除いたら割と普通のステージなんじゃないかっていう気がしてきた。ただ撃墜だけは怖いわ。なんでここ下に行かないとダメなのか。お？うまい具合に上上がれなかったぞ。スピード落とさないとダメ、あそこ。なるほどね、かなり分かりやすく取りやすいようにダッシュ板だったり青風船がね設置されてるから、もう先行逃げ切っちゃった方がいい典型的なステージだな。一回逃げ切っちゃうと、ていうか今のところスペースはもう全部そうだな。一回逃げ切っちゃうとあとはもう何とでもなるようなステージが多い。というわけでここがラストステージ。あ、ホバーはないんだ。いいね、わかりやすい。結構コース見る感じシンプルなカートっぽいけどどうなんだろう。今んとこ普通だね。うわー、すげえ。これ誰が住んでるんだ。これはあれか、ウィズピックの実家か、この辺地元か。じゃあ、あいつ起きて破りの地元走りしてくんかもしんねえな。気をつけないと。あそこは飛べると。ここドリフトすぐしないとやべえな。なるほどなるほど、くね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 、直角に曲がっていくのね、ここ。はいはいはい、あれ最後ダッシュバンのか。あれ取りてえな。未開の地でダッシュ使うのなかなか緊張するけどいいや。なんとなくここクッパシティ思い出す。で、クイクイと。はいはいはい。え？落ちれんのこれ。嘘嘘嘘嘘嘘。あ、え、戻らないとダメなの？えぐっ。
えぐいえぐいえぐい。なるほどね。わかった。このステージのやりたいことわかった。あそこ絶対落ちちゃダメだな。オッケー、難なくゴール。あそこで落ちさえしなければ、ここもダッシュ版なり、青バルーンなりうまく使って先行できるね。よし、これでひとまず一周したけど、シルバーコインとかあんのかな ?4 つのステージ終わったけど、ボス部屋は立ち入り禁止。TT アミュレットを完成させ、バルーンを47個集めないと開きません。なるほどね。もう1回目のボスすらないんだ、最後のステージは。今までのステージは1回、ステージクリアすると1回目のボス戦って、もう1周ステージすると、シルバーコイン集めつつもう1周すると2回目のボスと戦えるって感じだったけど、1回目のボスがない。もう問答無用で、シルバーコイン集めてこいよと言われるわけか。オッケー、わかったぜ。こっからが本番だよな。今までは正直前座。このゲームの前座。ここからが、まあ、鬼畜なこのゲームの始まりだな。1枚そこにある。真ん中に1枚ある。もうこのでもステージの特徴はつかんだ。とにかくもう先行で逃げ切れっていうステージやから。いや、今の当たるか。あ、でも当たってもそんなにロスになんないな。左右にある。これ真ん中ダメなのか、走ったら。どっかでバリア取りつつ、無理やり行くっていう手もあるけどな。そこを下行ってみよう。あ、下にも1枚あるね。多分上にもあるだろうから。今取れた？取れたね。どの道何周かかけてしっかり集めていく感じでいくか。だいぶこのゲームの仕様にも慣れたというか、いろいろ考え方が様になってきたんじゃないか。今取れないの？あれどうやって取るんだ。でもここは最初から端っこに寄ろう。 OK、 次は最後右ね。覚えとこう。おそらくこの上にもある。うおー、えぐいとこにあるね。なんだそりゃ。ただまだ1位だ。1位キープできてる。あと2枚。スタート地点とあの豚が撃ってくるところか。ここ取るの結構むずくねえか。 OK、 1枚取れた。あとは豚の攻撃をかいくぐりつつ、この左を取り、あ、普通に取れたわ。あとは1位でゴールするだけ。おお、初めて初見でシルバーコインチャレンジ成功じゃね。すご。俺もこのゲームに慣れてきたな、さすがに。隠しエリアともなると。ゴール！オッケー！ 1 個目は余裕でしたね。さあ、ダークムーントンネル。ここは結構ね、自分の中では鬼門になるんじゃないかと思ってて。なんせ差がつきづらいステージだから。左ね。オッケーオッケー。トンネル抜けたら左、最初のトンネル。ここはなんか重いよ。重い重い。もう処理落ちがすごい。処理落ちもすごいし、真ん中にあるのか。あれ結構しんどいとこあるな。画面がカクカクで追いつかねえ。処理落ちと戦いつつ、しっかりコインを集めていかないとダメってことね。もうわけわかんねえな。どこに何があるのか全然理解してないわ今俺。始まってすぐのは取ったはず。うん、ここちゃんとダッシュ版使っていこう。でこれ左にあったよな。オッケー、それも掴んだ。でここね、重い重い重い。ここ登るのすごい重い。でここ真ん中に確かなかった。なるほど。むずいこと要求してくんね。あれ左右から入って逆の方向に抜けていくってことを要求されてるのか。これも取れてなかった。あ、でももう全貌は見えたな。あとはゴールで1位でゴールできるかっていう勝負。全然先頭見えてるよ。いけるいける。これダッシュ版とかうまく使ったら余裕じゃない。オッケー、うまいこと来てるよ。当たんな当たんな。オッケーオッケーオッケー。さあここが勝負だ。右から入って左から抜ける。オーケー。あーでも1位取られた。あとはこのワニに負けなければ大丈夫。お前なんとか水ピックの弾丸当たってくんねえか。頼む、お願いする。いや早い早い早いけど、よしよしよし、なんとかボディ使って押しのけたわ。いいね、バンジョー。もういらない、あれは目の前の敵に当てる武器。もう俺の前は走らせない。オッケー。
慣れてきたね、このゲーム。一発目でシルバーコイン取れるようになってきてるよ。さあ、ここは先行しちゃって、まず余裕で先行できることが分かってるから。しまったね、ここにも1枚ある。まず1周目先頭に余裕を持って出て、そこで後からコインを集めていこう。はい、ここにも1枚ある。あ、ここにも1枚あるね。今んとこシンプルなコインばっかり、そんなに気負ったコインはないはず。左にもある。あ、右にもあるな。あれ無理か。2周目は右行こう。あ、上にあるな。はいはいはい。最後あれか。でも高さがちょうど弾に被弾する高さのところに設定されてるのか。やらしいね。 OK、 スタート地点にあったよな。よし、これ取ろう。よし、1枚取った。2枚取った。うわ、曲がりきるね。先越された。まだ大丈夫。さあ、1枚でこの上を取って最後高。おーおーおー、抜かされ抜かされた。高いところにあるよな。あれ、ない。あ、てか俺もうコイン全部集めてんじゃん。あれ、いつの間に俺取ってたっけ。あれ、後で取ろうって言った記憶があるんだけど、勘違い。ちょ、後で動画見返しとこう。あとはあのクソスカンクをぶったたいて1位取れば終わりだね。よし、いい感じに来てるよ。今曲がった瞬間、体も俺の体もぐるっと回ったわ。レースゲーあるある、昔ながらのレースゲーあるある言っちゃったな。オッケー、いけてるいけてる、すげえ順調。やっぱゲームの仕様を理解するのが、そのゲームを攻略する上では一番大事だな。スマブラでも知識ある人が一番強いもんな。スターシティ最後。ここはシンプルやからな。まあ、まず1周目は同じようにちょっと様子見つつ、どこにコインがあるのかなと様子見つつ、まあ、ね、ゆっくり観光していこうや。うわー、落ちれねえとこにあるな。うわ、危ない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 。もうここは無難な走りしかしない。左ね、右ね、右。あとはクッククッと曲がるだけだからな。そんな、あー、でもすげえとこ配置されてんな。クイックイッと、あー、なるほどね。オッケー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 、分かった分かった、雰囲気分かった。でももうあと1枚だ。あー、シンプルシンプル。最終ステージにしてほんとシンプルなステージ来たな。やっぱり海エリアとかの方がよっぽど難かった気するわ。でもあのドラゴンエリアも言うてそんな難しくなかったもんな。中盤に鬼門が待ち受けるゲーム、珍しい。で、何個目かの角に、この次かな、この次の端っこにある。あ、この次か。これを取って完璧で、ダッシュも取ってダッシュしちゃうぜ俺は。あとはあそこ落ちないようにってだけかな。オッケー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 。いい調子いい調子。簡単にウィズピックいけちゃうんじゃねえかこれ。オッケー、余裕の1位。何ら恐れることはなかった。うおー、ついにウィズピックだ。真のラスボスね。壮大だな。招かれてんのか俺は。